配信の方で拾えばいいけど、多分音質がえスブックはちょっと落ちるかもしれないから、こちらの方がいいですね。えー、だからそうですねあの、日本はだから文明開化の時にですね、はい、あのイギリスね、ねアメリカというものを意識して開国したわけですよね。はい えー、ただスペインなんですよね、フィリピンの方はね。はい。もともとフィリピンだったと、その後アメリカがやってきた。はい。というところです。で、まあ、白人といってもねあの、本当に白いのは北欧の人なんですよ。はいあの。それはなぜかというと、太陽があのほとんど照らないからです。はい。ロシアとか。はい。あの辺りの方は確かに白いは白いですよ。はい。 ねまあ、ロシアはだからの方は白いですけど、ただヨーロッパ人かというと微妙だというところです。はい。うん。なのでまあ、フランスに行ってもね、あの本当にその日本人のね、あのだから、肌が白くて目が青くてという人にはほとんどお目にかかれることはできまして、ね。えー、そうですか。いろんな人がいるんで、ヨーロッパは。はい。えー あのイギリスもこの,この度首相があのインド出身の方になりましたからね。あ、えー、そうでしたかあの方はインド出身なんでしたかはいスナックさんはインド出身の人であの肌も褐色ですね。はい確かに、うんまあ、ヨーロッパはいろんな人が入り混じっていてあのボリス・ジョンソンさんは確かに白人的だしった。はい、えー でもそのイギリスでは、えー、イギリスのあのエリザベス系というか王室の中での黒人系とあのお嫁さんをが結婚されたっていうことありましたよね。でアメリカに移住されてるんでしたっけね,ねそうでうで、ね、す、うん まあでも白人とは何かというのもまあ曖昧な話ですよね、いろんな白人がいて、あのはい、イギリス人、フランス人、ドイツ人、みんな違うんで。なんとなく顔の違いは分かるんですけれども、あの微妙な違いは東洋人の顔が西洋人から見たら分からないように、私もまだ判別ができてないところがありますけれども。うん、まあドイツ人は分かりやすいですかね、こう顔がごつくって金髪ですよね、ドイツ人はね。 はいあれは分かりやすいですけどね。はい、うん体がごっつくってね、金髪で。はいうん、で北欧はその、まあ、金髪でのごっつくない感じっていうか、まあそんな感じですよね。なんか北欧の血が強いかなと思います、ドイツは。はいうん まあでも EU の中心はまあフランスだったりしますし。はい。うん。で、まあイギリスは後から入ったっていうところで。で、そのイギリスというのはだから駆け引きをする国で、その、そのまあ EU から出るぞと言ったりとかですね、その独自のポジションを取ろうとしてですね、はい。あの、なんとか、 こう世界的なポジションを得たいなというふうに奮闘していると EU から出た方がまあ自由にねあの世界中と向き合えるとシンガポールなんかとあの協定結び,、ね、結,ぶ結びたかったんですよ自由にね。アジアとやっぱり自由に貿易協定を結びたかったので EU の束縛があったっていうところですね。 なので、はい、あの独立したかったんですよね。イギリスは？そういった背景があったんですねえー。そしてまあインドですよね。はい、インドがやっぱりアジアの中で、はい、その非常にポジションが大きいのでもう、もうインド出身の方をもう首相にしようというぐらいにですね。はいこう、こうグローバルなこうコネクションが欲しいというね。あのいうところが見えていますね。イギリスはね。なるほど。 この EU 離脱ということと、うん、この、えー、首相がインド系の方が首相になったということは、そういった意味でつながっている政策なんですねそうですね、つながっているでしょうね、やっぱりインドに通じた人間、インドが重要になるからということですよね、多分 今後、ブリックスの経済圏がどの程度まで広がってくるのかとか、円やユーロの,あの支配がどうやって変化していくのかというのは、のどのように予測されてますか。うん、枠組みが変わるというね、あの信じられないような枠組みになっていくということですね、ここから。はい えとその中国があの、はい、中東の和平,和平協定を結んだりとかですね、結ぶお手伝いをしたりとかですね、あのいわゆる西側の G7 の思惑とは違うような外交をやり始めていると、はいあの、そして、まあ、賛同する国々があられ始めていると、そうするとそのブリックスというね、 はい、上から目線のまああの当時の枠組み通りとは全然違う方向にできそうですけどね、はいえー、そのバラバラになっていくかもしれないですね、枠組み自体が。なるほどもうロシアと中国が手を結んで、あの、はい、自分たちの秩序を作ろうとしていてですね、もう。はい、うん、だからだいぶね、だから G7 の思惑とは違うことをやり始めてるということですね。うん G7 の中での人、えー、金、物の動きとその、えー、中国、ロシア、インド、そして中東の中での動きと、えー、こう影響力がだんだんこの中国、ロシア、インド、中東の方が広がってきているという部分がありますね。そううですね。もう 一帯一路ですよね、それがまあ出てくるなという感じですね。はい、で、G7 側がだからエネルギーの緊縮をやってますよね、その電気はもう、電気で、はい、自動車も電車も電気で動かすから、どんどん情報で動かせばいいと、はいまあ、そして実際のものはほとんど動かさなくていいんだみたいな発想ですけど。はい あのロシアと中国はそこに反対しているわけですよ。はい。中国がどのようなあのビジョンを持っているんでしょうか。やっぱりその地球資源を有効に活用して、実際に物を動かすことがやっぱり富だと思うんでしょうね、やっぱり。はいえー、なのでその、大陸を中心としたそのものの動きを、ね、あの円滑にしたいと。はい だから G7 を中心としたその何だろう大陸を監視するかのようなネットワークですね。はい、もうこれに関してはもう邪魔な部分はもう,もう撤回させようと。はい、でもう大陸は大陸でもエネルギーが動かせるようにしようというね。はい、いう思惑ですね、これはもう。はい、今までだったらそのアメリカを経由しなければエネルギーの やり取り取もできないようになってたんだけれどもはいもうだから中国を中心でもないですけどはい中国を経由してですねエネルギーにやり取りをできるようにしませんかという枠組みになりつつあるわけですなるほどうん実際に海を、ね、あのガスだ、えー、石油だというのを海をここ太平洋 渡って持ってくるというのはコストもかかるし、非効率的ですよ、ねうん、まあそういうこともいいとは思うんですけど、もう、はい、大陸のパイプラインで送れたらいいなっていうね、そういう発想は見えますね、やっぱり。はい、ある意味その、えー、近代以前に戻っていっている部分もあるのではないでしょうか。うんね、そうですね、その感じがありますね。はいまあ、近代 特にアメリカの時代というのは本当にその何でも船で運ぶと。はい、で大陸を経由したその物流がほぼできなくなっていて、ほとんどその船で動かすという時代だったんですね、はいはい。なぜその時代は大陸で物が動かせなかったんですかえっとね、先進国がバラバラだったですよね。その はい、かかはですよねアメリカヨーロッパ日本という先進国はですねもう飛び地できて、はいはい、その飛び地の間をそのエネルギーをやり取りするには船で動かすしかなかったんですよね今までは。はい、でももうだから中国ロシアが自分たちでエネルギーを流通し始めるとだからその飛び地でね飛び地だけでその。はい エネルギーを動かしたり情報を動かしたりしてたっていう独占が、はい、まあとうとう終わるのかなという、はい、そうするとやっぱりそのドルの価値が下がっていくわけです、ねはい。が今までだったらその何でもそのドルを一体経由させないと石油も買えないし資源も買えないし、はい、食料も買えないはい。 アメリカがまあ承認しなければ何も買えないという状態になっていて、はい。そうするとそのドルのカーレートが高いと、あそれからその代わりアメリカ、米軍が守ってくれるとね、その地域はいそういうまあけ契約で、はい、あったけれども、もう そこにまあ依存しなくてもいいとなったらドルが高すぎたドルの為替レートが高すぎるんじゃないだろうかということになるわけですね、今度は。はい。で、まあだから今、だから金が上がっていてドルと金のレートがね、どんどん金が上がっていくっていうのは金が買われている側面もあるけれども、ドルが下がっていく側面もあるなるほど。うんだからドルがどっかへ。 暴落することもあるかもしれないですよね。でもドルが暴落するとどうなるか、ちょっと米軍の力もなくなってしまうんですよね。はい。その調達するときに、はい。今までのような有利なレートで、その調達ができないので、そこまでの力が出るかっていうところになっていますよね。はい。で、そのアメリカの景気が実は悪いっていうことが露呈したりとかしてるんですね、この。はい。うんで アルバイトでもアメリカのアルバイトの方でも時給4000円だとねすごい豊かな国だってね。はい、いう見方もあるけれども為替レートが高いだけかもしれないということですよねだからはい実態は<う>実はアメリカ経済は、えー、破綻してきているというふうに木下さんは分析されてるんでしょうか。うんまあ、苦しいですよね 豊かではないですよね、そのその、軍事関係の企業があるというのは、有意な点でしょうけれども、その日常生活が豊かだっていう、あの、あんまり印象はないんですね、やっぱり。だから、カーレートが高いだけかもしれないっていうね。はい。うん なんで,、まあ、で為替レートが高くなるかというと、やっぱ軍事的に強いとかですね、そのあるいは政治的にドルを経由しないと物が買えませんとか、だったら確かにドルが何倍も高くなる。そういうその権威、権威によってドルのレートが高いってことですね、つまり。はいうん、ただ、その日常生活の内容があるかっていうのはまた別の問題です。はい で東南アジアのレートが低かったのは、その軍事を全部アメリカに任せていておっしゃる通りですね。うん、そうですね、そしてまあ今までだから、去年はだからアメリカはその建て前を通していたわけですよ、バイデン政権の下で、はい、アメリカは引き続きみんなを守りますという建て前を出していてです、ね、そして金利だって上げていきますと。はい そうやって、その、今までの、その、まあ、レーガン政権時代かというような、えー、あの時代の建前をもう一回ですね。はい、えー。そして、ロールのレートを上げていってですね、建前を守っていくと。はい。だからそうですね、まさに、その、バイデンさんっていうのおじいさんでして。はい。そのレーガン政権時代のですね、あの、俳優出身の、 はい、あの時代、アメリカが一番強かったあの時代の、はい、あの時代の建前をそのバイデンさんは語っていたと、はいうん。で、そしてまあ、みんなもその,その建前、建前があるから、そうですねと、まあ、表向きはまあ、支持すると、はいい。そういうのが去年だったんですよね。はいうん で、まあ、こっからだから、その、結局で、蔡英文さんが、レーガン政権時代って言ってましたよね。蔡英文さんがアメリカ行ってるんですよね、今、台湾の。はい台湾の蔡英文さんがアメリカ行って、それで、その、レーガン政権時代のね、はい、関係でいましょうって言ったようなことを言ってます。タイン。うん。まあ、バイデンさんがその時代の人だからですよね、本当はタイン。うん。 ま,あまただからアメリカがその台湾を守ってねというようなね、中国はもちろん反発してますよね。うん、有力な措置を、対策措置を取るということで、中国政府としては、あの共産党としては、今回の蔡英文総裁の、えー、アメリカも批判してますね。うん そうです,ね、すごく大きく今まで10年かかってたことが毎日のように起こっていくという激動の時代を私たち今生きていると感じておりますそうですねで大体このカーセレートの仕組みって教えてくれないじゃないですか誰もはい当たり前のことですよねだから少子化が進行したらカーセレートは上がるけれども後がないよねとかはい 日本のだから為替レートが保たれてきたのは、そのまあ、ニートの方とか、はい、目は利くけれども、子供を産まないみたいな人が、なんでのみんなそれなりに社会的地位があるかっていうと、とりあえず為替レートは守ってるからなんですよ。はいあの。子供を育てなくていい分ですね、為替レートを下げなくていいっていうね。はい。でもそれだったらだんだんと後継ぎがいなくなっていってですね。はい。あの 次世代が大変なことになりますけどね、はい、それでいいやということだったら。うん、でも、だから、為替レートっていうのの、ね、意味をねあの、きちんと考えているのって、私ぐらいじゃないですかね、確かに為替レートと現代のニュースがどう重なっているのか、それがどういった歴史的背景によるのかなど。 立体的 3D のような形でこう知識をお持ちなので、大変勉強になります、うん、あの私ねあの、カーセレートって言うと、だからもう、いわゆる普通の人はもう、みんな、まあ、配信者のひろゆきさんとかも含めてね、ギャンブルに過ぎないって言うんですけど、はい、あの僕はそうは思えなくって、意味があるんだろうなと、はいえー、ただおっしゃる通り、経済学、あの金融学のテキストには、 あの難しい方程式が書かれてるけどその、結局説明はできないというような状態ですね、カーセレート、はいうーん。で、私は素直な気持ちになってカーセレートを考えてみた結果ですね、はい、やっぱり政治的なものと経済的なものが足し合わさってカーセレートになっていて、はい、アメリカがなんで実力の4倍もカーセレートが高いかというと、政治的に威張っているから。 カーセレートが高いってことで、すよね、はい、であの、東南アジアは政治的に逃げているから、逃げてきたからですね、今まではね。はい、えー。カーセレートが低かったと。はい。実力の割にね。ええー。だから、そういうふうなことで説明できますよね。うん。はい。だから、まあ、カーセレートをね、儲けの手段に考えるっていうだけだと、まあ、残念なことだと思いますけど、ただ、 あの、アメリカのドルは落ちそうだなっていうのは言えますね。だから、バイデンさんは建前を語ってきましたけど。はい。うん、語り続けるんだけれども。はい。うん、ただ、バイデンさんは建前を語っているという自覚があってですね。はい。あの、美しい建前を語るけれども、やりきれないことはやらない人だから。 はい、あのこれ以上踏み込んだら実力が足りないというところはやらない人なので、えー、結局建前を建てながら逃げていきますからアメリカの実力ではやっぱり無理だってなったらでですすね手放していくと思うんです、うん、アメリカのドルはその、えー、ロシア、ウクライナの戦争が始まってからその昨年は。えー ドルがどんどん上がっていっていましたけれども、今は円に対しても、ユーロに対しても、うん、あの下がり始めてきている状態ですね。そうですね、下がり始めてきていて。はい、でなんでだからアメリカ人が、ね、そのバイデンさんが選ばれて、ね、納得しているかというとね、あのはい、結局、まあ、トランプさんのように成功法で、ね、実際の,その現実のアメリカを立て直そうと思ってもね。 大変な時代だというね、はい、いうこと、まあ建前,建前にすがるというか、はい、建前に甘んじるという選択をしたんだなというね、バイデンさんはおじいさんで建前を建てながらこう、こう時代の後処理をしていく。その、まさにアメリカが強くなきゃいけないという声にも、うんうんと言いながら、 多分まあ、できる範囲内のことしかやらないという、そうなので、やっぱりここからですね、あの結局、えー、と金利を上げすぎているから、銀行が破綻していきますから、はいあの、やっぱりアメリカの信用つらいなってことになって、やっぱりそれは下がらざるを得ないっていうね、ここからはやっぱり。はい、まあ暴落する局面もあるかもしれないですね、やっぱり。はいうん まあそこですよね。だから、アメリカの選択ですよね。建物を建てながらこう、こうまあなんていうか、こう安らかに手放していくというのが現在の選択肢で、まあ、トランプさんはまあこうもうちょっとあ,がらあらがってみようという、ねはい、の姿勢だったかなと思います。 私たち日本は長らくそのアメリカのほうばかり見た外交をしてきましたし日米国土委員会が、えー、国会の審議よりもまた官僚の、えー、方々が決める法案についても最終的な権限を持っているという裏の政府があるということも言われてきました、うん、ただ今後アメリカがあの実際に破綻に、えー、向かっていくと 仮定するならば、えー、こういった日本のあり方というのはどう変化していくんでしょうか。うん、だからどこかで放り出されることになるんですよね。あの日本をす、はい、日本を守りきれなくなって、はい。その時にあの日本はやっぱり現実感があるかということとこうやっぱりね、はい、やっぱりこう生命力があるかですよね。やっぱり。 やっぱり生きようという意欲があれば、現実的な選択が見えるんですが。はいはい、あの現在のように、こう、なんか終末思想みたいなことをみんなが思っている状態では。本当にそうなってしまいかねないっていうところですね。日本人消滅するんじゃないかというようなことを、今日もメッセンジャーで書いてましたね。あれは。冗談で。おられるのか、のね、実際にそのような。 あの懸念を持っておられるのかどちらなんでしょうか、うん、だからそれはもう日本人の一人一人のこうもうメンタルヘルスの問題ですよはいう本当にねその現実的な日常を生きてるんなら十分大丈夫ですけどねはい、はいえー、その若い人まで含めてねあのみんながそのこう 幻想の中に生きているとねこう過去は昔は良かったなというね、はい、そしてそのやっぱり日々を生きるっていうことに前向きでない人の集まりになっているとだからその変化に対応しきれないと、はいうん、そうすると最悪だから食,食料自給率が直撃をしてしまうというところがありますよね。 一生懸命コオロギ食べようというキャンペーン始まってますけど実際に食料自給率は2割3割程度ということで物流が途絶えた瞬間にもう危ないですよね、うん。そうですねだから周りの国々が救おうと思ってもね救いきれないですよそのだから他の国にもね中国も含めてみんなに別段悪意はないんだけど。その 時代の転機っていうのは物流が切り替わるじゃないですか。はいあのそこを考慮するとね、2割っていうのはしんどいんですよ、やっぱり。はいあの取引先が変わるっていうね、えー、はいいう余裕を考えたらですね、もう少しないとですね、苦しいですよ、やっぱり、ね。カーセレートだって変わる可能性があるし。はい えー、最低限食料自給率がね、フィリピンだと8割ありますけど、これぐらいあったら、はいあの、最悪途絶えてもみんなで頑張ることはできるんですけどね。はい、えーまあ、なんで8割って言って100じゃないかってうと、フィリピンもね、あの実際は都市国家でして、すごく発展した国ですから、はいあの、残り2割は輸入をしなければいけないんですけど、これぐらいならばなんとか、はい、ね。 対応は可能ですけど、2割だったら、もしその取引先が変わったとか現在だったらそのアメリカの銀行を経由していないとっていう貿易ばっかりなわけですよね。はい、で、その時にそのアメリカの資金繰りが苦しくなりましたっていう時にその、まあ、とっさの,その物流が切れることがあるかもしれないですね。 繰り返しますけど、みんなに悪意はないんですけど、はい、その本人に生きる意欲がなければ、やっぱり生存可能性は下がってしまうところがあるわけです、はいうん。だから生きる意欲があれば、2割というのはおかしいわけですよ、ちょっと。はいうん、なんかね、出生率が低すぎるのもおかしいですよね、その人間いつか年老いていくのはわかるから。 本能的に子供を産まなければならなくなるんですけど、はい、あのなんかどこか違う世界に生きているのかなっていうね、日本中で、ね。はいん、うん。という数字ですよね、現状の数字って。30年給料が上がらず、でも、うん、値上がりはどんどん最近は進んでいって、うん、ますます貧困化が進むとしていますね。<laughs> えー、こうその中で あのー、自分たちのコミュニティから異色なものをこう引きずり下ろそうみたいなエネルギーがあって、うん、<laughs> そこが私は日本の苦手なところですね。で拠<ー>点を UAE に移したいというふうに感じているのは。 この今動かないともはやこう足元を取られて動けなくなるかもしれないなという気もしているところですね。自分一人の拠点をまずは足場を固めるというところで木下さんにもその,、えー、そのサポートをしていただきながら木下さんの夢も一緒に叶えていきたいなと思ってるんですけれども。 うん、その中だけに拠点を持つのではなくて、その、えー、販路拡大だったりとか、また日本に訪れる外国人の方をどんどんあの進めて、そのおつなぎをするとか、あの、若者たちが希望を持って、えー、生きれる希望の道筋というのを切り開いていきたいなという思いがありますね。はい。じゃ私の、 日本の若い人に留学してもらうっていうのは大切なんですけど、はい、あのいわゆる先進国もいいですけどあの、はい、アメリカヨーロッパもいいですけどあの東南アジアもいいかもしれないですね、はい、その若い人にね、はい、あの会う経験ができるわけですよ平均年齢も27歳でしたっけすごく、えー、今若いですよね ベトナムとかベトナムとかどこでも若いです。はい、で、えっ、ー、と、その日本はだからその平均年齢が高齢化しているから、はい、大変っていうのがありますし。どうしたって日本にこのままいたら賃金がオーストラリアの4分の1ぐらいで、まあ、介護の仕事というのはあるんでしょうけどもその。 こう選択肢が狭ま,ってきますよ、ね、うんその IT が日本の IT はねその結局なんだろう90年代で終わってしまった IT をずっと引き継いだまんまなんですよね日本の IT って実はそ,、はい、そこになんか変な接ぎ木をしてです、ねはい、いわゆるスマホ時代以降にね 全然異色の IT がまたポットで入ってくるっていう感覚だろうとみんな思うんですけど、はい、それは日本から見たらそうだったっていうことでしてね、その。はい。うん。まあ、世界どこへ行っても標準の IT っていうのと、日本の IT もずれてて。はい。 結局、日本は IT の主導権に逃げれてなくて、単なる消費者になってしまいましたってね。えー、だから IT も作れませんという。はい。下請け工場としては今後ニーズがあるかもしれないですけどね、うん。だとしたら平均年齢が高いですよ。下請け工場だとしたら高すぎる。平均年齢が。確かにおっしゃる通りですね。うん、うん。だってその、 ね、だから、まあ、途上国だと思ってい,いられたらいいですけど、うん、あのきちんと仕事してますからね、東南アアね本当、はいうん、だから、まあ、来てみたらいいんじゃないんですかねその、ただ来るのが怖いんじゃないんですかね、やっぱり進んでるっていうのが分かるから でも、ある意味、それが怖いぐらいの人はもう生き延びられないっていうふうにあの考えた方がいいかもしれない。まあ、そうですね <laughs> あの。生存可能人数が減っているのは確かですから、その過酷な現実であっても受け止めようとか、えー、そういう状況になったにこに、この嫉妬とか <laughs>、 が生まれて自分より上の人を引きずり下ろそうという発想になってしまう人なのかそれともそこに向かって自分を成長させていこうというふうになる方なのかというところで変わってくると思うんですよね。で、えー、なのであのちょっと自分自身もぜひ UAE に、えー、挑戦して。 4年間作ってきた都市像の刀も完成させて世界配給に向けてあの明日はロシアチームともその相談をしてくるんですけど一体どの映画祭に向けて準備していくのかとか、うんえー、あのまた支払いをまだあるのであの皆さんぜひサポートもお願いしたいんですけれども。うん 今、大陸間移動の,その一帯一路の道が大変今後の物流で重要になるということを木下さんがおっしゃいましたけれどもそういった、うん、あの大陸間での交流を形にした映画を持っているので,で、うん、これを4年間あの双方の国を行き来しながら政治状況が変わる中パンデミックの中 あの諦めずにお互いを信じながら作ってきたサムライ映画がもうすぐ完成しますのでねでこれを財産としてこの世界に打って出ながらいろんなお話を今いただいてまして5月6日はドバイモールで、うんえー、世界最大のショッピングモールドバイモールで紀ノ国やブックフェアでブースを出すということになっていますしまだ名前は言えないんですが皆さんが あのご存知の第一人者の現代芸術家の方も同じ時期ドバイに行くことや今後移住も考えられているっていうお話を伺いましておそらくあの日本の中でも活躍されてる方々も一緒に新しいシーンを作っていくという感じがしてます。今週、うん、フラッシュュさんんのインタビューを受けけるんですけど ある意味日本の新しい基地を作るというイメージで、うんえー、大陸間のダイナミックなパイプをね人の心ですから、うん、人の心とその過ごした時間を、えー、しっかりと足場を作ってあのめちゃくちゃ面白いことやろうと思ってますね。エンンターテイメントにとって、うん、まあ 安定を求める人たちにとっては今の時代しんどいかもしれないんですけどある意味めちゃくちゃ面白いなと思ってまして芸術家にとっては新しい表現が生まれる可能性が増えますし今まで長年あの250年のイギリス、えー、中心の時代やアメリカ中心の200年が今終わろうとしている中で。 それ以前の、えー、もっともっと古い文明の流れに、えー、視点が向きながらそしてその,あの実際の、えー、シルクロードを渡ってきた人たちのその道がもう一度、えー、価値を持とうとしてること、うん、ある意味最先端技術を AI 技術も一緒にミックスしながら誰も見たことのない表現を生み出していきたいというふうに考えています。 めちゃくちゃゃく楽しくないですか楽しいですね。で,、うん、で木下さんも今マニラにおられて視野が広がっていることを感じます。いつもにましてその解説が的確だという気がしますし為替の,、うんえー、のレートについてご自身がいつも取り組んでおられる専門的な知識も こうだんだんそれが生きてる歴史や地理とつながってきててこうどんどん知識が熟してきてるっていう感じ、うん、成長してる感じがして同じ時代にものを作っていけるのをすごく面白いなっていう感じがしますね、うんうん、今までは制限があったと思うんですこれはしたいけれどもあのお金が足りないなとか時間が足りないなってでも思いを、うん 共感する人たちとつながれたら、私たちはその限界も突破できるかなというふうに思っていて、ぜひそんな仲間と夢をね、うん、形にどんどんしていきたいんですよね。ええー、そうですね。広下さんは今後、どういうふうに展開していきたいんですかそう、やっぱり表現していきたいんですよね。なんか心の中にみんながあるものですよね。はい はい。それをやっぱりね。表現していきたことが、出てたらその。はい、わだかまりとかその、はい、心の中にある。それがなくなると亡くなるというか、はい、そういうトラウマとかがなくなることが、最もあの地球環境に良いことだと思うんですね。トラウマがなくなることが地球環境に良いんですか？ はい、それは私の思うところなんです。なぜかというと、あの、地球環境を最も破壊しているのは戦争行為だと思うんですね。はいで。なぜ戦争行為が起きるかというと、トラウマですよね、結局。はい。その、国ごとにイメージが違うと。はい。そこからまあ嫉妬や憎しみが生まれてですね、闘争に至るわけですよね、はい、つまり。はい。 もうそこに尽きるわけですよ。だから、だったら、みんなが表現をすることによって分かり合えるということは、僕、全然不可能じゃないと思うんですよね。だから、はい、ロシアとアメリカの芸術家が交流し,して、ね、アートグループができたりしているわけですよね、ずっとこの近代になってから。はいはい、それで、それをもっと深めていくということですよね、やっぱり芸術的ね。はい はい芸術うんそういう相互理解をすることではないでしょうかそしてだからねあの本当に人数が増えたら環境に悪いのかってフィリピン見てたら全然違うってフィリピン人間、はい、人数増え続けてますしお行儀もそんなに良くはないですけど、はい、環境は全然壊れてないんでそうなんですかそれは秘訣は何でですか うんもうシンプルにだから人の心によどみがないですよ。はい。うん。で気づいたんですね。あそうか。人の心のよどみが環境悪化させてる。そうなんですか。だって人の心によどみがあったらその食べ物を粗末にするし。はい。戦争もするし。はい。よからんの開発をするし。はい。 という考えてみたらだから人数が増えて環境悪化したことは一度もなくて実ははい人間の心がよどんだことが具体化したときに環境が悪化するわけです実ははいうんもうこれも本当基本定理におきたいですね社会がなるほどそれはすごく新しくそして本質をついたビジョンですね 定定理ですね基本定理だとはい確かにフィリピンの方々の写真をねこの間送ってきてくださったり街の様子を教えてくださったりすると本当に健やかに街があの生き生きと動いていてそこで実際の経済も動いていて,、うん、そてそこに人々の人生があって、うん、あのすごく健康的な印象を受けるんですよね。 はい、フィリピンでも闇社会というのは今まであったけれども、あのかなりの速度で、えー、フィリピンの、えー、大統領が闇の真似をこう封じていましたよね。うん、そういうこともあって、より健やかになったということがあるんでしょうか、うん、それもありますね。ただ、まあ、それは賛否両論がありますよ、もちろん。はい ただまあ何がよどんでいるのかっていうのが分からんっていうね。はい。もちろん私の言ったようなことは言われているからみんな心を清くしましょうってね。はい。ずっと言われてきましたけど、ただ客観的な基準が分からんっていうところはあったんです。どんな心の持ちようが汚いのかっていうのは分からんから。はい。こう政策として打ち出しにくいよねっていうのは精神国のレベルだったんですけど。はい。 ただ、漠然と定理にもなってはいませんが、漠然とそうだという感覚は,そは知識人も含めて抱いていたと思いますよ。その人間自身の心の持ちようが悪いから環境が悪化するというかね。はい。誰しも考えていたことですけど。はい。ウェルネスツーリズムかもしれないですね。すねウェルネスというのは健康になる旅行ですが。 健康っていうのは体もそうですけれども心もですね、うんえー、どうしてそのトラウマとなるような世論な気持ちが生まれてしまうのかということの背景にはあの、まあ、社会的な、えー、構造的暴力があるとかパワハラがあるとか、うん、その貧困化が進んでいるとかもしくは自分たちの 世代が評価されていないと感じるとかいろあとまあ戦争とかいろんな理由があるとは思うんですけれどもその原因となることを突き詰めながら、うん、いっぺんにその問題が解決しないとしても解決に向かおうとしているとか問題があるということを、うんえー、自分も周りも認識をしていくとかそういったその、えー、過程を踏むことによって 心のよどみがなくなったり、えー、解決に向かおうとするんじゃないでしょうか。それを何か自分たちが発信する、えー、本だとか雑誌だとかラジオ番組だとか、えー、絵画だとか映画だとかそれもしくは旅行体験だとかいくつかの方法で、えー、そういったことを提唱できるような。あの 存在になれたら素敵ですすねそうですね井下さんご自身も私はもう10年ぐらいなんだかんだとお付き合いさせていただいてるんですけれども最初はもっとドロドロモヤモヤしてたよ <laughs> してましたよ。で、うん、それをあのすごく私が井下さんが立派だなぁと思うのは。 まあ、FX で成功もされながらそれをいっぺんに六本木で飲んで使うんじゃなくってあのご自身をスキルアップすることにすごく取り組まれて勉強されて資格をされて資格を取られてあのご自身の中身を磨く知識を身につけるというところにすごく努力されてるなというふうにこの間あの拝見していて。 素晴らしいなというふうに思ってますそれが内なる自信になってるんじゃないですかそうですねやっぱり文化的なものへの憧れっていうのがあってやっぱりそれに対して、はい、っていうのはありますね私はねはいで。あんまり娯楽というのがなくてそれが娯楽なんですよね私の何かに憧れて はい、それができるようになるようにしたいっていうことで頭がいっぱいなんですね、私は。はい。素晴らしいですね。でこういったその勉強をしながら自分たちの人生をより良くしていけるんだよっていうことをあの木下さんはあ,のある意味リカレント教育の先駆者であると社会人をされながらさまざまな勉強もされてらっしゃるというようなことが。 私は今後ロストジェネレーション世といつもいろんなことをしたいと思ってしまってなかなか全部行き届かないところあるんですがこうやってお話ししていくだけでもあの広がっているかもしれないのであのみんなが学び続けてそして音楽や映画や絵を楽しむ余裕があって、えー、人生ってなんか キキラキラししててててて楽いいいいななっっっう風に変えていきたいなって思ってます、うん、自分自身めちゃくちゃ楽しいですよ。うん、今日もあの木下さんのお話の中の本質はどこだろうとか思いながらラジオをもう一度文字起こししながら見,見てみたりとかでそれをあの映像やビジュアルでどう表現したらいいのかなっていうふうにあの何かを生み出すというのは。 すごく面白くて毎日何かを作り続けてるんですけれどもこう表現をするということは本当に楽しいですよね。これを表現をご覧いただいた方にもあのきちんと届いてそしてちゃんとヒットするっていうね数字の方も見つけていきたいなというふうに思うんですけどあの一歩一歩ですね。 そうですね。で、私ね、あの、芸術っていうものにものすごく昔から関心があったなっていう思いではあります。やっぱ映画とか、はいはい、コマーシャルとかね。はい、コマーシャルって、すごくその商業的なんですけど、映画もそうですけどね。はい、ただ、その、禁満の中にもものすごくプライドがあるんですよね。やっぱり本当にいいものを伝えたいというね。はい やっぱそこにやっぱり憧れを感じていてねやっぱりその、はい、それが理解できるそして理解できてなおかつ本当にできるようになりたいなというきっかけを与えてくれたのはやっぱり映画と、はい、そして映画俳優を起用したコマーシャルだったなという気はするんです、はい、だからやっぱり芸術というのはねやっぱり大衆に対してやっぱり表現する力があると思うんだよね私は。 うん、私自身もそういったスターになりたいですしその周りからも次々あの才能を発掘してジャニー北川さんみたいに性暴力は振るわずホルモン注射もせずですねそのままその方の才能を引き出しながら、うんえー、その発表の場を作ったりして、えー、健やかに一緒に。 えー、磨き合っていくような新しい芸術芸能界を作っていきたいですね。UAE には今日本では悪名高きと言われているガーシーさんもいるわけですけど、私は考えてみると、うん、ガーシーさんが暴露したことによって芸能界が大きく変わりましたし、うん、社会的にも。 この今、三木谷さんの、ねえー、ことが問題がどんどん表に出てきていますけど、えー、人が見ていないところで利権を作ってその中で暴力や金で人のほうをはたくような形で人を使い捨てにしていくというようなあのことがしにくくなってきているんですよね。これはすごく大きな成果で たとえその最初の暴露が、えー、お金を返すために必要だったからやむなくという動機だったと仮にしても結果としてそういった暴露によって、えー、環境が大きく変わっているのでそれに対しては私本当に心から感謝しているんです。で今、うん、ガッタに感謝してるなんていうとあの日本じゃダメみたいな風潮あるんだけどそれもおかしいと思うんですよね。 あのしてくれたことに対してその結果をきちんとあの色眼鏡というかそういうのもなしにきちんと客観的に見ることをしていくそういうことが必要でそうじゃないとまた BBC が一度報じたけれどももう何度も日本の中でも六歳者が出版してそして、えー、裁判でもジャニーズ事務所は負けてるんですから対処してる。 それなのに表になかなか出てこなかったっていう、この日本の長い長い心の闇ですよね。そういったことが変わらないと思うんですよ。うん、なので、あの、日本もそういった長年のトラウマ、黙ってることもしんどいですよね。目の前で暴力が行われているのを、社会的立場のことを考えたら黙っておこうって、そういった癖が。 一人一人の中にもう染みついてしまってると思うんですけど、うん、それがダメなんですよそれも、うん、あのもうマスクと一緒に取ってしまいましょうっていう感じで、うん、<laughs> あのそうすると健やかに社会がなるんじゃないですかでおのずと今まで大きな権力を握っていた円通さんも大阪万博には、えー、今入らないんですよね 入札にならなくなっていて、逮捕者に出ていて、うん、今までそういったあの不正に関わっていた企業さんも、えー、大きく変化をしていきます。また、うんえー、この悪魔的な小児性愛、暴力的な小児性愛文化というのは、あのに関わっている人物はもう国際的な公職につけなくなるということが。うん えー、あのデジタル大臣に就任したその日に解任を受けたあのケースがありました。あのもう、えー、よあのそういったあり方は国際的に通用しなくなっていて今まで日本の1億数千万人の市場だけで、 成り立っていったときには、その中の、えー、警察とマスコミを味方につければ、政治家も味方につければ、何やっても構わないよという状況が、えー、数十年続いたんでしょう、戦後から。うん、でも、もうそれが終わりなんだということをはっきりと自覚をする必要があると思います。アメリカが衰退していくということは、今まで、 自分たちをぼんやりと守ってくれるだろうと思っていたものがなくなるということで、需要、うんねえー、自給率2割の状態で、そして、えー、もう大した産業の技術もない、うん人だらけの国家になっているんです。その中で生きるんですかっていうね、うんうん、ある意味、キリンの。 あの方が言っておられた家族今日解散みたいなこと言われて中学生時代にホームレスになったとっいう本書いていた芸人の方いらっしゃいましたけどある意味今の日本ってそんな感じだから、うん、自暴自棄になるんじゃなくってその現実を見た時にどう生きるんですかっていうことを一人一人がしっかりあの 立ち上がる殻を破るって感じですかね。意外と殻破った後の方が楽しいですよ。で、そうすると、あのー、一つ、こう、ガネの曇りを取ったみたいな、スマホ曇ってるみたいな時代、なんかあれ綺麗になったみたいな感覚になるんじゃないかなと思って、そういったことを私は提唱していきたいですね。うん、生まれの後で、目を覚ましてください。 はい、おすすめします。で荒波がねやっぱりややあの襲ってくるんです各個人にね、はいあの。それまで見ていたレイヤーですよね世界観と。はい、当然メガネをかけ替えたら衝撃がありますよねよく見えるかなでも見え方が変わりますよね。はい、私も経験あるんですけど例えば体の中のこうエネルギーの流れ方が変わってね、はい び、はい、っくりとかねそういう状態が起こるぐらいの差なので荒波なんですよねまさにねはいでそれをね乗り越えてでもねあの生きていきたいかっていうね、はい、いうのはあるんですよ、はい、その方をおすすめするんですけど、はい、ただ多くの日本人はだからそのもう終わってしまった世界観の中で残りの人生が生きれればいいやみたいなことを思っている。はい、はい でも、ね、終わってしまった世界はもうないんですよね。えー、残念ながらないんですよ。憧れのアイドルもどんどん年老いていくし、うん、バブル時代はもうないんですよ。もうないという、うん、ない幻想の中で、それをあのバーチャルの中で生きれたらいいけど、残念ながら我々肉体があるので、 光だけ浴びて食べなくて生きていける人もいるけど、多くの方は、うん、まあいくら消食だと言え、何らか水や食料を食べなければ生きていけないし、あ,のあまりに寒かったり暑かったりすると大変だから、高熱費も必要だし、山の中で生きる方法もあるかもしれないけど、いずれにしても向き合わないと生きていけないんですよ。枠組みを作る人がいるんですよ、<う>枠組みをね。はい。 うん、日本人をリスペクトしながらこれから生きていこうっていう枠組みを作る人がいるんです。まあ、僕たちがやるんですけど、僕たちがやりましょう。私思ったんですよ。もうこいつ、うん、を安い日本で安く売ってる場合じゃないと思うんですね。 えー、アートっていうのはもちろんそのコピーをした、えー、版画とかいうものはあのー、庶民的な価格帯のものも作っていていいと思うんですけどやはり自分たちがやっていることの価値をどんどん上げていくということそして、えー、日本文化や工芸甲冑、えー、そういった あの伝統文化も、えー、ロイヤルな方々に評価していただいて、セレブリティの方々に高級な、うん、あのカルチャーだよと、えー、そういったことをです、ね、あの広めるお役目なんじゃないかなと思うんです私はとても賛成なんですね、王族の方に認めていただくという。 はい、でそこで王族の方が頂点というよりもその国際ネットワークの中継点なんだよというところなんですねドバイの王様だって、はい、そこがなお良いかなと思うんですよピラミッドの頂点型ではなくてつな、はい、いでいってくださるじゃないですかある意味、うん、UAE というのはその50年の歴史なんですよね地球、うん、が出てきてからというのは。うん でそれまではあの統治されておられたけれども、そのワールドワーツの直後というのは、本当に貧しかった時代があったそうで、そこから、うん、あの石油が、えー、アブダビで見つかって風景が変わったと、でその時にその地域を、えー、支配していた、えー、海賊の方たちなんですって、私が。うん この間、絵をお買い上げいただいたマジット殿下も、もともとはあの海賊をされていた。うん、ご家族でご、うんえー。なので、ある意味、木下さんが今おっしゃった、えー、川と水と浜辺と、えー、陸地と、そういった実際のその土地で何の貿易をすれば一番利益が出るんですかと。 いうことを取り組まれてきた方々なんですよ私、うんうん、の戦国武将も、えー、そうだったと思うんですどこに城を置けば守れるのか、えー、江戸からどのぐらいのあの距離なのかその土地の産業はどうやったら、えー、広げあの栄えるのか そのためにあの川をどのように、えー、開拓すればより多くのお米を収穫できるのかなど、うん、いろんな知恵がその土地に根付いた知恵が求められてでその感覚が UAE にはまだ残っている同時に、うん、その石油はいつか枯渇するしアブダビにはあるけれどもその他の地域では石油はない地域ドバイもないですよねで、うん、その中で 金融特区、えー、を作って外貨を稼ごうという実験的な国家の取り組みを行って石油が出た時のその富をです、ね、その次の時代をどうデザインするかという国家計画をする方にきちんと使ったんですよね。本当に、うん、あのクレバーだと思うんです。 <で>うん、ある意味木下さんが FX で利益を上げられたときにあの、六本木で遊んで女の子と遊んだらめちゃくちゃモテたかもしれませんよ。でもそれで一晩で、1年で使っちゃったということではなくて、きちんとその次につながることに自己投資されたということと言えると思うんですよ。うん 国家経営をされていて、なので家族のや AI に関しても、うんうん、ものすごく貪欲なんですよね。こここはすすごく私うん、うん、魅力的に感じているところですうん、うん、過去の栄光の中にすがって止まってしまっている日本の皆さん、そして日本の政治家の皆さん。 ちょっとね爪の赤線じた方がいいと思う。で、えー、私それを学んで皆さんにお伝えをしたりまた販路をつなぎする役割として、えー、今雑誌も作っていましてね。まだ ギギリギリ、うんえー、4月、えー、いっぱいですね編集していますから、あの木野下さんも、えー、関わってくださって、ご執筆いただいている、えー、ウィッシュにもまだ掲載が可能ですし、その後はですね、うん、あのウェルネスツーリズムっていう、えー、ものを用意してまして、これは今、見えてんるのかな、見えてますかね。あのえーうん、と なんだったっけあれだ。あのここですね。あ、見えてます。ウェルネスツーリズムは5月10日から12日え、ビッグサイトで行われる健康になる旅行展です。こちらで、マスター・マレナブース、うん、3メートルかける3メートルを借りちゃいまして、あの木下さんともぜひ一緒にね、何か発信しようと言ってまして、うんうん、でこの中で、あの、えー ご自身の発表を一緒にしたいなとか、トークに参加したいなとか、ご自身の地域の観光 PR したいなという方やアーティストさんでもいいですよ。皆さんぜひこの国際マガジンウィッシュにぜひ掲載もしていただいて、 1>, 1ページねあの、格安ですよ。2万2000円ということでやっておりますよ。なので、あのもし、えー、もっと高価格で、えー、こういった事業そのものを応援したいっていう方は、えー、どしどし応援も、えー、広告ページも、えー、あの応募してますし、募集してますし、こういった超徳寺さん、岩手県のお寺さんの PR というのも、えー、掲載しております。今 あの香川県のお寺さんからもお話をいただいたりして、えー、各地での,あの体験を PR したい、アートを紹介したい、えー、自社商品を紹介したいという方、なんと世界最大のドバイモールでもこちら、平積みで販売をしていきます。今、大注目で UAE と日本双方をつないで、こう止まっている日本を目覚めさせますので。 ぜひマリナのファンクラブにも入っていただいて、こういった動きをあのご協力いただけたらと思います。PR も最後させていただきましたけど、そうですね、まあ。実際に見てみたら分かりやすいですよね。だから、はい、実際に見てみたら分かりやすい。展示会は私も好きなんですね。はいまあ、展示会はその 会ごとに一定の風しか吹いていません。例えば、ワイルネスツーリズムだったら、そのテーマしか見れません。で、自由度もないんですが、はい、ないがゆえに、その強い風が吹いています。はい、その方面のね。はいえー、そして、えーと、具体的に見ることができますので。はい、えー。なので、まあ、いつも芸術という切り口ですけどね、その商業的な切り口でね、はい、具体的に見たいっていうね、はい、いう向きにはいいんのではないかなと思いますね。 はい。いかがでしょうかね。ぜ,ぜひ、この展示のイメージもね、固めていきたいですよね。メタバースも作ろうと思ってて、サムライ国、サムの,、うん、の国民書とか発行しようかなって今、ちょっと考えてるんですよね。これ、源の許可も得ながら進めないといけないんですけど。うんうん 架空の侍国というのを作ってですね、で侍国のメタバース上でいろんなあのところに行けてで、そこでも紹介していきながら、各あの地域ごとの各場所の,あのメタバースともつながってるよとか、その地域の,あの情報も、えー、双方に発信していきますよというメルマガみたいなものとも情報発信、えー、混合していきつつ、 侍の精神、心を整える、えー、心身を整える、えー、心を磨くというような武術体験をするもよしまた日本文化にあの親しんでおことをやってみたりとかお茶をやってみたりとかそういった先生ともつながってあの海外の方でも、えー、侍に興味がある日本文化に興味がある方に。あの 入っていただきながら日本の各地域の魅力も発信してで、皆さんインバウンドできちんと稼いでいただくみたいな、なんかそんなことを今考えてて、うん、感覚的には地理的に日本の中にいる、えー、そしてその思考的にも眠った日本の中にいる人たちにも目覚めてもらって、本来の私たちが持っている美しい感覚を取り戻していただいて、 でそれを海外の方にもあの愛していただいて一緒に楽しんじゃうみたいなあれなんか友達増えちゃったみたいなであじゃあ今度の週末友達の国行ってみようかなとか友達がいる岩手行ってみようかなとかそういう世界が広がるようなことを仕掛けていきたいんですねはいあ<の>楽しみですねはいどんなことができるのかなっていう作戦会議も。 皆さんと一緒に、えー、取り組んでいけたらなと思っておりますので、あの今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。こんな感じでよかったですかはい。では、なんか終わりの,あの、また来週もお会いしましょうっていう入れたんでしょ。はい。冒頭の挨拶今日するの忘れてたけど、それは。か 先週号とかから引っ張ってこれます。そうですね、なので終わりの挨拶をしましょう。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。ごきげんよう。はい。では、ありがとうございます。皆様ありがとうございます。はい。おい。休みな、えー、フィリピンはんでん何ですかん何ですか 今、フィリピンは何時なんですか今、11時半ですね、こちらで。あ、1時間違いなんだ。じゃあ、こちらは12時半ということで、うん、皆様、おやすみなさいませ。い、うん、よいおやすみよ。あれ、でももう一個だけ言っていいですかなんか、はい、小野先生の方もめちゃくちゃ面白いことになってて、うんうん、ベーシックインカムの絵本も書いてるんですけど、うん、これ後半のストーリーを 小野先生とお孫さんの体験だけじゃなくてそうすると最後ちょっと煮詰まっちゃったもんでもう小野先生と孫があの人工知能にどうやったら日本経済が復活するか聞いてみるみたいなのをつけててで,うん、うん、でだから絵本の売りとしても AI に日本経済復活を聞く絵本みたいにしようっていう話になってれめちゃくちゃいい感じでまあでも情報量が多いんで今日はこの辺りで。 本今日はありがとうございました。ありがとうございます。行っていきましょう。はい。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、失礼いたします。では、レコーディングを止めます。